東京スカイツリーはですね、こう照らしてる光の他にくるくる回る、多分皆さん見てて気になる光があると思うんですね。で我々は通称の設計段階から時計光って呼んでまして、ちょっと変えて時計光って呼ばせていただきますけども、実はあれは時を刻む光ということで、変わらない永遠のものっていうのを示しています。やっぱり江戸っていう、こう過去のことをテーマとした建物であって、私も長い時間こうじゃあどうやってコンセプト考えていこうかと思った時に、当然過去を考えると現在が当然未来があるんですね。ということは今見てるものっていうのも全て過去からやっぱりこう継続して引き継いで、まあ、文化の継承があって今があるし、今も当然未来に向かって繋がってると、何かこう昔の人、それからまだ生まれていない未来の人につながるもの、なんか変わらないものって表現できないかなって考えた時に、時計光っていう時間を示す光っていうのはいいだろうと思っていたんです。それで私はそれくるくる回る光を埋めたんですね。でこの光っていうのは実はコンペの段階っていうのは1秒に1回回そうっていうふうに話してたんですよ、分かりやすいから。そしたら実際できてみて1秒に1回回してみたら早すぎてですね、これは目が回るぞと、もう少し落とそうということで、最終的には約2秒に1周するぐらいの速さにいたしました。なのでまあ、これはたまたま私も実際やってみて知ったことなんですけども、そういう光のスピードっていうのを快適に感じる速さっていうのがやっぱりその場面場面にありまして、それがスカイツリーではたまたま、まあ、2秒だったんですね。我々設計チームと共同してですね、時計光を、まあ、言葉で代替時計光っていう、時計光の代わりになる照明ということできちんと競技に届け出てですね、あれはある時間内での輝度を満たしているということで、実は航空障害灯の代わりとして認められてるんです。まあ、万が一のために航空障害灯ついてるんですけども、時計光が点灯している間っていうのは航空障害と消しても良いっていうのは特例でスカイツリーの場合になっておりまして、まあ、そのためにスカイツリーが、まあ、綺麗に見えているんですね。あとは時計光っていうのは一応点灯開始以来一度も消灯されてないんです。何を言ってるかというと24時間ついてるんですよ。でぜひですね、注目していただきたいのはずっとついてるものです。だけども日が昇って明るくなるとついてても外光の方が強くて光ってて見えないんです。だけどだんだん天気悪くなって暗くなったり、夜を迎えて暗くなると徐々にうっすら見えてきます。そういったこう昼から夜ずっとついてるんだけど表情を変えているっていうのはスカイツリーならではの面白い光ではないかなと思っています。